愛関係や人間関係においてすれ違いが多くなったりだとか、感情論でいざこざが起きてしまったりだとか、相手にとって良かれと思ってやったことが裏目に出てしまうということも注意したい期間です。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチ三輪です。今日もありがとうございます。今日で2023年の半分が終わりますので、まずは冒頭、今年の年始に僕が宣言したことに関するお知らせを一つさせてください。年始に僕はこのチャンネルの視聴者の方が、まあ、女性がね8割以上なんだけれども、女性が女性として幸せに豊かになれる方法って全然知られていないから、今年は女性性開花をサポートする女性に特化した引き寄せマスター企画を始めるという話をさせていただきました。それに関連するアプリも開発してるんですよって話もねちょこっとしたんですけれども、ようやく一般にも発表できる準備が整いましたので今日発表させていただきます。僕の新しい公式 LINE ができました。こちらの LINE に登録していただくと、今回かなりこだわりのプレゼントをたくさん用意していまして、すべて受け取っていただけます。女神タロット、ヒーリング待ち受け、女性性を開花させる方法を学べる動画コンテンツなどなど、実は今回の企画は人気女性誌の美人百科さんにも取り上げていただいています。まあ、スピとかね、自己啓発とか人生を良くするメソッドって皆さん勉強していると思うんですけれども、実は男性が幸せになる方法と女性が幸せになる方法ってやっぱりちょっと違うんですね。いろんな言い方ができるんですけど、男性は体の中で言うと丹田の力を使うことで願望を実現できていくんですけれども、女性の場合は丹田ではなく子宮の力を使う必要があったりもしますし、もう一つ大きな違いを挙げると、男性は力むことで男性性が発揮できて人生良くなっていくっていう側面があるんですけど、女性の場合は逆に緩むことで女性性が発揮できて人生良くなっていくっていうことがあったりするんですね。これ全く真逆なんですよね。で、このあたりのこと、今まで男女で分けて最適化したコンテンツって世の中になかったので、今回男性にはちょっと申し訳ないんですけど、女性専用のものを作ろうと思いました。すでに参加していただいた方からは、見た目が若返ったとか、恋愛がうまくいきだしたとか、モテるようになったとか、あとはこれは女性性のキーワードなんですけれども、受け取り上手になって臨時収入がやたら入るようになったとか、あとパートナーとの関係が充実し始めたというように、女性にとって嬉しい変化のお声を多数いただいています。ご興味ある方はぜひご登録いただいて、あなたらしく生きるだけで人生が好転していく女性性開花の秘密を解明してみてください。動画概要欄とコメント欄にリンクを貼っておきます。あとこれですね、男性の方には申し訳ないです、ごめんなさい。今回の企画は固く男子禁制としておりますので、性自認が女性である人だけが参加していただけるものとなります。ではお知らせさせていただきありがとうございます。ではここからですね、今日の本題に入っていきたいと思います。明日から7月ですので、7月の開運日と占星術の情報をまるっとお伝えしたいと思います。7月どう過ごすのかの参考になさってください。ということで、7月の重要なテーマについて、そして7月の開運アクション、それから7月実は要注意なことについても分かち合いしたいと思います。では7月の開運日と占星術の情報からお伝えします。1日海王星逆行がスタートします。これは12月の6日まで続きます。3日ヤギ座の満月です。この日実は僕の誕生日でもあります。5日木のエネの日、7日虎の日と七夕、10日土の富の日、11日一粒万倍日、14日も一粒万倍日で、18日は蟹座の新月です。そしてドラゴンヘッドがお羊座に入るタイミングでもあります。19日が虎の日、22日が巳の日、23日が一粒万倍日なんですが、不成就日とも重なっています。そして金星逆行がこの日からスタートして9月の4日まで続きます。26日一粒万倍日、そして30日が土用の丑の日、最終日31日が虎の日なんですけれども、不成就日と重なります。7月はこんなスケジュールになっています。それではそれぞれの開運日について解説していきたいと思います。一粒万倍日はこの日に始めたことがきっかけとなって、いつか大きな成果が上がると言われている今日本で最もポピュラーな吉日です。開業したりお店を開いたり、新しく講座や習い事を始めたりと、新しいスタートにはぴったりの一日です。最近では芸能関係の方が一粒万倍日に入籍をしたり、結婚式を挙げるというようなニュースを目にすることも多いです。天赦日は全ての神様が天に昇り、天が万物の罪を許す日と言われている、要は何をやってもうまくいく最強の開運日ということなんですね。特に結婚をこの日に迎える人が多いです。1年に5、6回あり、この日に始めたことは絶対に成功するというふうに言われています。
日本の暦の中で最高の吉日というふうにも呼ばれているんですね。一方で閉店や退職といった何かを終わらせるということに関してはこの日は避けた方が無難と考えられています。虎の日は出て行ったものが必ず帰ってくる日です。旅行に行っても安全に戻ってくることができるですとか、その日にお金を使ってもすぐにその分が返ってくると言われています。なので大きな買い物や投資にもいいタイミングです。ただし戻ったものが必ず返ってくるということなんで、冠婚葬祭は避けた方が無難と考えられています。美の日は芸術の女神弁財天の縁日です。そして金運財運アップにまつわる縁起のいい日でもあります。お財布を買い替えたり、お財布を使い始めたり、弁財天が祀られてある神社に参拝するのにも最適な一日です。大安は縁起のいい日として広く知られていますけれども、結婚式などのお祝い事に最適な一日です。この動画では大安については他の開運日と重なる日だけ入れています。そして皆さん気になった人もいると思うんですけど、不成就日についてはですね、何事も成就しない日とされていて、開運日のパワーが無効になると言われているんですね。ただしこのチャンネルでは宇宙の法則の観点から全ての物事を見ていきますので、決して不成就日というのは縁起の悪い日とか凶日ということではないということをいつもお話ししています。不成就日というのは何事もうまくいかない不吉な日だから消極的になってしまうというのはかなり損ですので、また不成就日が来るタイミングでどのように捉えて過ごせばいいのかをお伝えする動画をアップしたいと思います。気のエネの日はですね、気のエネの日と読むんですけれども、孔子の日とか葛子の日と読むこともあります。この日は大黒天の縁日にあたる日で、金運、商売繁盛、そして縁結びの日としても知られています。新月は始まり、スタート、リセットを意味していまして、次の満月に向けて種まきをする日です。願望実現に向けた目標設定ですとか願い事をするには最適な一日です。満月は完了や完結のエネルギーサイクルで、今までの結果を受け取るタイミングです。満月は不要なものの手放しや断捨離にも最適な一日だと言われています。それから7月は七夕がやってきますが、七夕というのは昔中国から日本に伝わってきた星祭りのことなんですね。彦星と織姫と呼ばれている星が地球から見るといつもは天の川を挟んで向かい合っているんですけれども、この2つの星が1年に1度7月7日に出会えるという言い伝えからこの七夕祭りが始まりました。日本ではもうすでに伝統行事になっていますけれども、この日はね、宇宙の星々とつながる素晴らしい一日なんですね。この7月も3つほど占星術的に僕が注目しているタイミングがありますので、それも共有したいと思います。まず1日ですね、海王星逆行スタート、これをお伝えしたんですけれども、12月6日まで続きます。海王星は夢や曖昧さ、そしてファンタジーといったように目に見えないものや実体がないものを統括している天体なんですね。なので現実と非現実の境界線を曖昧にさせるという、そういう働きがあります。これがいい方に転ぶとあらゆる制限を超えて、時には時空も超えて理想を拡大させる力を持っているんですけれども、この海王星が逆行するっていうことは、海王星の影響が巡行中とは違った形で出てくるということになります。例えば現実と非現実が曖昧になってしまうことで判断力が鈍ってしまう、ともすれば非現実的な妄想の世界に現実逃避してしまうっていうこともあるかもしれません。まあ、そういう人がね、多くなってしまうかもしれないんですね。あとは無駄な出費が多くなったりだとか、アルコールだったりとか快楽に逃げてしまうことで身を滅ぼすということも正直あると思いますので、そっち関係がね、本当に要注意な期間なんですね。はい、では次、18日の蟹座新月ですね。この日はドラゴンヘッドがお羊座に入る日でもあります。人間関係やご縁を表すドラゴンヘッドは新月直後にお羊座に移動します。新月もお羊座も始まりを意味しますので、この日から1年半の間に出会うご縁には期待していいと思います。あなたの中に眠っている新しい才能を引き出してくれるような人生のキーパーソンとなる人や仕事との出会いがあるかもしれません。これはね、アンテナを立てておきたいところですよね。その後23日、金星逆行がスタートします。これは9月の4日までですね。愛と調和の星、金星は恋愛、お金、人間関係、そして趣味を統括しています。その金星が逆行するということは、恋愛関係や人間関係においてすれ違いが多くなったりだとか、感情論でいざこざが起きてしまったりだとか、相手にとって良かれと思ってやったことが裏目に出てしまうということも注意したい期間です。それから金銭トラブルもね、注意したいですね。この期間誰かと口論や喧嘩をしてしまったら、無理に仲直りをせずに逆行が終わるまで待つのもいいかもしれません。
それからさっきねお金って話したんですけれども、特にねギャンブルでの散財だとか衝動買いをしてしまうと後々後悔する期間になっていますので、これもね気をつけたいところですね。その一方で昔の知人や友人との再会や、あとまあ昔別れた恋人との復縁の可能性は上がります。昔から知っていて気になる人がいるっていう場合は連絡を取ってみるのもいいかもしれません。以上、7月の開運日や占星術の情報をまとめてお伝えさせていただきました。今後の予定を立てる上でもぜひ参考にしてみてください。それでは7月1ヶ月全体の開運アクションを発表します。2023年7月の開運アクションは家族です。家族関係を充実させることがこの1ヶ月開運するためには非常に重要です。というのも7月は蟹座の1ヶ月だからなんですね。蟹座が司っているのは、まあ、いつも言ってるんですけど、まさに家族や家庭です。それから家庭を持っていないっていう方にとっては家だったりとか自分がホームだって感じるコミュニティや場所、こういったところを司るのが蟹座なんですね。ですので親御さんがいる方は親御さんに感謝の気持ちを伝えたり、プレゼントをしたり、どこかに一緒に旅行してみるっていうのもいいと思いますし、家庭がある方はこの1ヶ月は家族サービスをできる限りやるようにしてみてください。親もいないし家庭もないという方はご自身が普段過ごしているホームだなと感じる場所やコミュニティをより自分たちにとって自分にとって心地がいい充実した場所に模様替えしてみてください。家族、親族、家庭、それから家族と言えるくらいの深い仲の友人ですね、また自分のいつもの居場所、こういった物事を充実させること、ぜひ1ヶ月やっていただければなぜかいいことが毎日起きるようになったりと開運していくと思いますので心がけてみてください。一方でこの7月要注意なアクションもあります。それは感情に振り回されることです。7月の星座である蟹座は水エレメントの星座です。水エレメントの最大の特徴として相手の気持ちに共感したり自分の気持ちをシェアしたりと、気持ちや感情をとっても大切にするってことがあるんですね。そのパワーがプラスに働いているときはいい意味で人の気持ちに敏感になれたり場の空気を読んで調和の取れた関係をキープできたりもするんですけど、そのバランスを崩してしまうとですね、感情の起伏が激しくなったり感情で視野が狭くなって自分本位な考えに陥ってしまうことになります。特に金星逆行が始まるこの7月23日以降はさらにね、この感情のコントロールがきついと感じてしまう人も多いかもしれませんし、これまで気にしていなかったこともこう神経質になってしまって気になってしまったりだとか、積もり積もったものが何かのトラブルのね、原因とかね要因になってしまうということもあるのかなと思います。でも感情に任せて相手とぶつかってしまって後々後悔するっていうことにはなりたくないですよね。特に7月は蟹座ですから身近な人や家族との関係で感情的になってしまうと居心地の悪い1ヶ月になってしまいますので、感情コントロールがね特に大切な期間になると思います。ということで今日は7月の開運日と占星術、そして7月のテーマと開運アクション、また7月に気をつけていただきたいことについてお話しさせていただきました。7月も楽しく開運していきたいですね。今日の内容が役に立ちそう、面白かったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もお願いいたします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。